ピーターは多分オファーは来ないのかなって毎回思ってるんですけど、一個特撮作品をこの YouTube でこう自分だけのヒーロー、うん、皆さんこんにちは、 GG チャンネルの大輔です。今日は皆さん何の日だと思いますか？そうですね、今日は3月20日マサヒローズカフェ&バーのイベントの日です。そして我らがボス井上雅宏の誕生日ということで、 GG チャンネルで密着していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。2回イベントが延期となって、まあ、昨年はコロナ禍もあり全くイベントができなかったんですけど、今回やっとの思いで、まあ、井上さんの誕生日を祝うことができて、まあ、私すいません感無量でございます。僕が井上さんに出会ったのは2017年でした。まだあの日は夏の日で、暑い中井上さんに会いに行きました。暗いバーカウンターの奥で待っていた井上さんはバーカウンターなのに薄暗い中サングラスをしてました。さすがに緊張しましたね。今では常に刺激を与えてくれる素晴らしい先輩です。皆さんもうそろそろですよ。あ、ほら見えてきました。こちらが本日の会場になります。 R スタートアップスタジオです。あ、井上さん、井上さん、え、どうも井上さん、どうもいました、皆さん。あ、はい、井上です。井上雅宏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 GG チャンネル、 GG チャンネルですね。今日やっとこの日が来ました、ね、はい。今日は何の日ですか？あ、一応あの僕の誕生日ですね。そうですね、誕生日イベントが、はい、もうすぐ始まりますね。かなりもうすぐですよ。もうかなりもうすぐ、もう行くぐらいのレベルですよ。そうですよ。どうですか、もう1年延期となって、まあ、昨年延期になったじゃないですか。それまでさ、どうしたの、そのキャラ。何ですか、キャラ。なんか違くない、いつもと。え、本当ですか。何それ。そんなわけないじゃないですか。いや、絶対違うじゃん。やっと開催できたということで。いや、本当ね、2回延期したんですよ、うん、でね、盛大にその去年やろうかなと思ったんですけれども、うんうん、もう大きい箱でやったら、いや、もう中止せざるを得ないみたいな感じの状態がね、2回ぐらい続いたんで、マサヒロズバーの形式でちょっとできたらなっていうので嬉しいです。今日はできてよかったです。なんだよそれ。ということでですね、うん、何この、こちらに4つのカードがあります。え、めっちゃちゃんとしてるカードじゃん、はい、うわ、 GG チャンネルのカードすごい、はい、4枚のカードにミッションが書いてありますので、はい、井上さんにやってもらおうかなと。わかりました、はい、わかりました。いつ許可取りました。え、待って、いつやるんですか。このイベント中に。イベント中にダメじゃん、やる暇ないと思うよ。いやいや、できるものを用意してきたんで。まず1個目、うん、アクション、こちらですね、まあ、乾杯の時とかに、うん、まあ、お客さんのところに行きますよね、うん、そこで1回転しながらお客さんの方に決まりね。なんだよそれ、まあ、変な空気流れる、まあ、フィギュアスケートもどうしたんだってなる。このね、動画を見て、あ、そういうことだったんだと思ってもらえる。いや、俺ちゃん、もうバレないようにナチュラルにやるよ。はい、いいのそれ。全然いいですよ、全然いいですよ。どこまでうまくできるかですね。2つ目、手鬼のモノマネ。やんねえよ。手鬼のモノマネをやんねえよ。これどこか、自分のタイミングで大丈夫。なんでバースデーパーティーでモノマネしなきゃいけないの。いや、見てる、ドン、ほらね、ここから俺のチャームポイント、ドン、目だ、はい、目の色を変えたぞ、手裏剣小僧。手鬼のモノマネ、以前チャンネル内でやりましたよね。はい、やりましたね。これやったの誰でしたっけ。いやいや、僕やりましたけど。ということはできるということですね。いや、やりませんよ。あとラーメン食うで。あ、そのラーメンで釣ってるってことね。そうです。ラーメンじゃないよ、釣りあかんないけど。気候に走る、どういうこと。ですね、これイベント中、うん、10秒間話しかけられても何をされても黙ったまんまで。トークイベントなのに。はい、おかしいだろ。僕が話しかけても10秒止まってる。その10秒の金返せってなるぞ。10秒黙ればいいってこと。そうです、これお願いします。あ、そう。続いて、うん、大輔への告白。なんでだよ。まあ、大輔への日頃の感謝をですね、逆だろ、この場を借りて言ってもらえれば。俺の誕生日イベントでなんで大輔の告白しなきゃいけないの。以上の4つをですね、うん、
まあ井上さんにやってもらおうかな。これやんの？イベント始まるんで行ってきます。はい、じゃあ井上さん頑張ってください。やんないよ。後で僕も行きますんで。やんないからね。どうなるんでしょうか。イベントを楽しみに見てみましょう。ここアイスティーないですか。ありがとうございます。ちょっと待って、言わないで。ありがとうございますミッション忘れた。なんだこれ。大好き。お、出ました。合ってる。今ので合ってた。私、見逃しました。あ、2時になりました。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日、マサヒロズカフェの方ご来店いただきありがとうございます。乾杯。乾杯。サイン入りを用意してきました。じゃんけんをして、勝ち残った方8名にこちらを配ろうかなと。アイコンあるにする。逆に時間だけがかかる。永遠にじゃんけんすることになる。じゃあアイコだけにする。アイコだけ。アイコだけにするみたいな。あ、じゃあマーさんと最後まで気持ちが通じてた人だけだ。そうしよう。そうしよう。最初はグーじゃんけんぽい。ちょっと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 いきなり感じ。え、すごい。待って、1、2、3、4、5、6、7、8。うわー。はい、どうも。ありがとうございます。はい、どうも。終わった、ちょうど。想像以上に早く終わったな。そう。いやいやいや、全員いいじゃないですか。そうそうですね、はい。すごくいいことなんですけどもね。はい、そんなにいらないですよね。どうですの？ただ僕が持っていくのが難しくなるんですよ。いやでもなんかチャンネルも銀河園チャンネルっていうのから、まあ、GG チャンネルっていうふうに一新しまして、大輔さんがまた GG チャンネルで、これから先頑張ってくれるんで、まあ、この場を借りてね、大輔さんにちょっとこう日頃の感謝の言葉なんかをね伝えたいかなと思っております。何ですか。大輔と会ったのは神の牙のドラマを作るという時に、一緒にこの銀河園チャンネルっていうのを立ち上げようっていうところから一緒でしたね。でそこから大輔はもう右も左も分からない状態で、僕はコンビニで仕事したことしかありませんっていうその大輔だったんですけれども、そのすごい熱意があって、で一緒にできるんじゃないかなっていうのがなんかちょっと感じまして、その当時大輔はですね携帯電話でずっと編集したんですよね。まあ、いつしかそのね、MacBook Pro になり、手の届かない技術のところまで行ってしまいました。行ってしまいました、はい、今後ご期待いただけたらいいなと思いますし、大輔はそうですね、大輔はだいすけは何でもないです。何でもないの。何でもないです。絶対今閉めるとこだったじゃないですか。いや、何でもないです。大輔は何ですか。消化しました。何でもないです。いやー、はい、まあでも大輔と一緒に、ジュージューチャンネル支えていけたらと思いますので、お宅にはこれから出る予定はどうなんですか。おこれ誰だは、司さとしてのストーリーを終えた台本だなって毎回思ってるんですよ。仮面ライダーディケイドでいうと、まあ、3つ目の映画ですね。このムービー対戦で僕は終わったと思ってますから、ね、一番最初ね。うん、そしたらまたなんかね、ウィザードの世界行くとかなったり、まあでもウィザードの世界行くでも僕は終わりだと思いましたから、ね、そこでね、はいはい、久々に出て終わりかなと思ったら、今度ジオンの世界行きました。20周年じゃないですか、あれは、はい、で僕は10周年、20周年じゃ、僕がそれまでのね、アニバーサリーをやってた枠を引き渡して終わるのかなと思ってたら、バトンタッチしたい。バトンタッチ、はい、そしたらまたなんか今度スキンオフ作るっていうじゃないですか。多分オファーは来ないのかなって毎回思ってるんですけど、まあいろんな特撮のクリエイターとか、まあ、それこそメミヤ監督とか、まあ、白倉さんとかとこう、一緒にいる間に、まあ、僕もなんかちょっとどっかで特撮とかなんか作りたいなみたいな感じでちょっと思ったりとか少し思いましたけど。Happy birthday to you!
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマサヒロ。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。23になってますね。嬉しい、うん、23になってるな。井上さんがメイク直しに来ました。まあ、ここまでですね、まあターンと気候とあと僕への告白はまあなんとかクリアできたかなと思うんですけど、手鬼のモノマネをやってないので、難易度高いですね。ここからどうやって入れてくるのかなと思って。キャラクターなんですか。ああ、ちょっと気になったんですか。最強の先生なんです。めちゃめちゃ強い。私に勝てるとでも思うのか。なんて言うんですかね。なんて言うんですか。なんかひょうひょうとしてるんですけど。普段の戦ってる時だけなんかめっちゃかっこいいですよ。どんな感じなの。ちょ真似しに。僕でもアニメ見たことないです。漫画でしか見ない。何のか。YouTube 期間でも結構なんかいろんなコスプレとかやりましたからね。やりましたね。うん、だからもう鬼滅やったんだからだけ言った方がいいんですか。鬼滅まあやりましたね、はい、1個はね、ほんとふざけて作った、はい、手鬼をやりましたね。手鬼やりましたね、はい、あれどんなでしたっけ。やるの、もう1年前はちょっと忘れちゃったな。いやあれほんとノリでやったんで、はい、また来たね、かわいい小娘がずっと真似てたんですよ。なんか手鬼が好きで、うん、一時期ずっとなんかその真似してましたもん。鱗だけのでしかすごいハマっちゃって、手鬼ばっかこうずっとこう車の中でずっとひたすら手鬼の真似ばっかずっとしたんで。やりましたね。やったな、やったな。また見てるより何回もね、あの感じでやりましょうと思って。いやー、まさお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやどうでした。いや昼の部終わりましたけど、はい、いや、イベント自体は、すごい楽しかったよ。いや、ミッションの方はどうでしたか。いや、あれさ、頑張ってこなしたよ、俺。いや確かに、十分すぎるほど頑張ってくれた。いや、頑張ったよ、あのさ、なんだっけ、まず1個目、アクション。アクション、まあ、アクション。ターンですね。ターン、はい、ターンやったよね。ターンやりましたね。大好きの告白だね。告白に入って。大好きに対して告白を、はい、やってる。なんかもうさ、なんで俺、いや、別にいいけど、はい、なんかすごいそういうのってさ、はい、言わされてやるもんじゃなくねとかもやるな。だってその頃大好きだとお客さんに飲み物配るので必死だったもん、はい、じゃ最後の最後でちゃんと聞こうかなと思ったところで、気候に走りましたよね。あ、そう、大輔が来て、じゃあ分かった大輔って言った後、ずっと10秒以上。そう、あれ使い方うまかったな。あ、本当、はい。もっと変な空気になるのかなと思ったら、すごいうまい具合に、なんかお客さんも気づかないぐらいでしょ、はい、だそこまでは良かったんだよ。でさ、最後手鬼がさ、もうさ、大輔から振ってくれるのかなと思ってさ、そう待ってたんだけど、持って行ってくれたんだよ。いや、だってさ、持って行ってくれるも何も、一個も全部振ってくれてないじゃん。いやいやもう一個も流れ作ってくれてないからさ、まあ、いやいや流れ、このイベントをやってみて、まあ変なプチGGチャンネルの機会もあったんですけれども、うん、このファンの人とこう、まあ、密接にまあ、話を聞けて、であんなのやってくださいとかこんなのやってくださいとか って、まあ、言ってくれるじゃないですか、はいはい、あ、普段そう思ってるんだなっていうことがやっぱりね、俺も感じましたね。井上雅宏には完全無欠な特撮ヒーローをやってほしいみたいな、はい、言ってましたね。のが、はい、まあ、あ、そうなんだとかね、結構感じるところはありましたね。なんか今年ゼロから1を1個やりたいなと思ってて、うん、イベントでも発表されてましたね、うん、僕がこの俳優としての俳優生命、俳優人生をかけてなんか一個生み出したんやっていう、これ自分だけのそのヒーロー、うん、だからヒーローを今までたくさんやってきたから、何か僕だけができるような特撮作品プロジェクト、お、今後できたらいいんじゃないかなって思いましたね。でもあれをやるってなると結構大変ですよ。いや結構そこにチャレンジするのはいいかなと思うんですね。あ、そうですね、チャレンジはいいかもしれないですけどね、うん、
ぱなんか一個特撮作品をこの YouTube で特撮作品、いやこれは体操ですね体操ですね。そう大好きと思う。そうですね、大変になるかもしれないですけど。なるほど、わかりました。うん、夜の部も頑張ってください。そうですね、これからイベント夜の部なんで、ちょっとじゃあ準備に行ってきます。はい、おっしゃ、じゃあお疲れ様でした。またね、いってらっしゃい、バイバイ。いやこのプロジェクト、なんか大きなこと言ってましたけど、どうなるんですかね。どうなるにせよ、まあ、ボスの言うことなんで、私は頑張るだけでございます。ということで皆さん、ありがとうございました。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。